しかし、うまそうなんだな、しかし。戦場が遠いと作物も豊かだね。それにここにはプランテーションの果樹園もあるからな。うちもう我慢でけん。トロピカルのフルーツめっちゃこうだるねん。こうだも腹いっぱい食べるぞ、しかし。もう仕方ないな。でもせっかくだから私たちも新鮮なフルーツをいただきましょう。アンジもなんだかんだで食欲旺盛だよね。だからふと、あら、イリア、何か言った？いえ、なんなんでも。俺もこの暑さで喉が渇いた。汁気の多い果物はまたとない需要になるだろう。じゃあ僕たちもちょっと買いに行ってみようよ。なあおっちゃん、果物一個くらい分けてえな。分けてえな。ダメダメ、これは売り物じゃないんだ。グミに加工して戦場に出荷するためのものなんだからさ。ケチだな、しかし。ケチで結構。今シーズンは特に被害が大きくて収穫ノルマに届かないんだから。なんや被害って、台風でも来たん？台風じゃないよ。北のジャングルからガキと2匹の犬が現れて果樹園を荒らすのさ。いわば獣害ってやつだな。ジャングルの動物たちまで連れ立って果物を食い荒らすんだぜ。収穫間近の売れてうまそうなのばかり狙われるし、罠にだって引っかからない。あのガキどもがジャングルから現れると収穫が半分に下がっちまうくらいなんだ。そらひどいな。犬がこれまた凶暴で手に負えないし。そんなわけで果物は一つでも貴重でね、分けてあげられないんだよ。さ、分かったら仕事の邪魔だ。あっちへ行ってくれ。ガキと犬さえおらんかったらうちもこれ食べられたんか。食べられたんか。食い物の恨みは恐ろしいぞ、しかし。仕方ないわよ、エル。さあ、記憶の場の手がかりを探しましょう。アンジュって結構ダイエットダイエットって口にしてるよね。そのくせ食いしん坊やし、せやから逆に後ろめたいんやろか。でもそんなに太ってるわけじゃ。いや、やっぱりちょっとぽっちゃりかな。可愛いんやから気にせんでええのにな。なんだかんだ言ってアンジも女の子ってことよね。イリア、エル、どうかしたの？いや、あの、アンジュってそんな全然太っては。うん、何か今不穏当な言葉が聞こえたけど気のせいかな。気のせいです。そうそう、気のせい気のせい。さいなら。私そんなに太ってなんか。うん、この下っ腹やっぱり軽くまずいかも。
戦略の正道とは敵よりも多数の兵を用いること。しかしアスラには通じぬ。彼は常に貨幣を持って我が軍を打ち破っている。こちらの動きを直感で把握し、柔軟に対応して兵を動かす。まさしく五の線。敵ながら見事。そしてあの剣技、人たちで数十人をも切り伏せるあの力。兵の中に恐怖が生まれ、全軍に伝播し、士気はくじけて回想する。聖堂ではアスラに勝てぬな。いや、もはやラティオは勝ってはならぬのかもしれん。アスラは天を変えるもの。限界を迎えているこの天上界を破壊し再生するものかもしれぬ。アスラとヒンメル様をお引き合わさせる。それが天上界唯一の太平の道やもしれぬな。宿の人が言ってた別料金のお楽しみって何のことかな。おほー、ようやくルカ君もそういうことに興味を持ってくれたんだね。俺様は嬉しいよ。うんうん。何その満面の笑み。やっぱりそっち方面の話なの。そんなのわかんねえだろ。ただの手品ショーかもしれねえじゃん。手品ショーならそれはそれで楽しそうだけどね。後でこっそり抜け出してそのお楽しみを味わってみようぜ。おい、二人で何を企んでいる。あ、いや、別に。別に。スパーダ、お前は笑い方で何を考えているのかがわかる。考えを読まれるようでは裏をかかれるぞ。せいぜい気をつけるんだな。へっ、ご忠告ありがとうよ。チッ、興ざめしちまった。ルカ、行こうぜ。あのサービスで100ガルドか。クソ、少々高くつきすぎた。まあ何にせよガキどもにはまだ早すぎるな、あのサービスは。絶対別料金のお楽しみ、内容を確かめてやるぜ。ヤッホー。オリフィエル殿よ、俺にはまるでわからぬ。なぜラティオはまだ俺に歯向かう。すでにオリフィエル殿も我がセンサスに基準し、もはや戦の趨勢は決しておろうに。簡単ですよ。彼らは逆転の機会があると今も信じているからですな。お、このアスラの命を戦場で奪うことが奴らに可能と。もう一つ手が。アスラ殿が創勢力を手にする前にラティオ側で所有することです。なるほど。確かに戦場で戦いに注力する間、俺は創勢力を手にすることはできぬだろう。だがそれはラティオも同じではないか。あのケルベロスがやすやすと創勢力を渡すはずがないであろうに。やすやすと渡させる手段を講じておるのでしょう。そのための時間を稼いでおるのですよ。ラティオ軍は必死です。負ければあなたに皆殺しにされると信じておりますからな。なぜだ。俺にそんな意志はないぞ。そうでしょうとも。しかしラティオの祭り事では常に敗者を切り捨ててきました。今度は己が切り捨てられると思い込んでおるのですよ。バカな。ええ、バカですな。
ですが仕方ありますまい。所詮根本が異なる者同士ですから。俺は皆殺しなどせぬ。天上界の維持にはラティオ勢の力も不可欠だからな。おい軍議だ、ラティオへ使者を出すぞ。いなんな、ブリトラを呼べ。まったく、打てば響くお人だ。あの御神なら暗きラティオの未来にも光を灯すことができるやもしれん。そして願わくばその光のもとにヒンメル様を。今日のノルマ分の魂だ。ご苦労様です。これほどの地上人の魂があれば天上界はその潤いを取り戻すでしょう。だがそれもわずかな間だ。そうかもしれませぬな。だからこそヒプノス様をはじめとする死神の皆様には今後も頑張っていただきたい。いつまでこんなことを続けなければならないのか。地上人どもはいくらでも増えます。我々の天上界を維持する糧が途絶えることはありませんよ。そういえばタナトス様、魂を狩る以外にも頻繁に地上へ降りておられるようですが。たまにだがな。さようですか。しかしタナトス様、あなたもラティオの民、不用意に地上へ参られるのはお控えください。そもそも何が目的で職務以外であんなところへ参られるのか、私どもには分かりかねますな。貴様らごときには分からん。兄者、あなたの考えは俺にも分からん。一体地上などにあなたを引きつけるどんな魅力があるというのか。兄者。お前か、ヒプノス。魂を狩る以外の目的で地上に降りているらしいが。それがどうした。さらに死神の職務を放棄しているとも聞く。俺はもう奪うことに飽きたのだ。兄者、まさか地上に見入られたのか。任を放棄するなど元老院がお許しになるはずがないぞ。すまんな、ヒプノス。いずれ元老院に伝えておいてくれ。この世界から消え失せろ、ジジイども。とな。兄者、本気なのか。あら、サクヤ、こんなところで何をしているのかしら。あの、アスラ様にお召し物をお届けに。そう、ならそれは私が預かるわ。いえ、これは私が仰せつかった役目ですので結構です。アスラ様の身の回りのことは私が全て請け負うわ。あなたはもう何もしなくていいのよ。そんな、私はただアスラ様のご一助になるべくおそばに置いていただいているだけです。差し出がましいようだけど、そばにいるだけでは助けになどなりえない。さ、お召し物は私が預かりましょう。敵から寝返った変節者のくせに出しゃばらないで。何ですって。私はアスラ様と愛を交わし合った。二人ともそこまで。いい加減におし。アスラがじき戻る。ウリトラ様、お目汚し申し訳ありません。時にブリトラ様は、私とサクヤ、どちらがアスラ様にふさわしいとお考えですか。愚問じゃのう、イナンナ。それならば、わしがアスラに一番ふさわしいわい。どうしてもその答えが欲しければ、アスラに直接問うてみるがよい。では、
出迎えの準備を急げ。はっ、承知いたしました。やれやれ、イナンナも大人げないの。義理の娘にするには少々鼻持ちならんかといって、昨夜ではアスラと対等には付き合えぬであろうし、まったくわしがあと1万歳若ければの。
ここが果樹園か。ほな、ここに果物荒らすガキと犬が出よるんやな。見つけたらちょっととっちめたらんとあかんな。にしてもムスはね、この町は。くんくん、匂うで。何よ、エルったら。確かに今日はお風呂に入ってないけど、私はまだそんなに。ちゃうちゃう、匂うや。犬の匂いが。くんくん、くんくん。エル、お前の方がよっぽど犬みたいだぜ。これはどこぞで嗅いだことのある匂いやで。Thank you.
ブリッジの爆弾、アシレス、インパクト、ソフト、クソ、スワルニードル、コゲリ、サーテン、カズヨ、ヒラメットカッター、